マミムメモンさやかです。それでは今回はナズテニカモンキーっていう人のクエストをやろうと思います。頼みたいことがあるんだ。はい、いいよ。危機を大切にするものか、その中に流れる命を感じているか。いやー、そうですね、大切にしなければならない。ただの資材でしかない。肯定しましょう。その流れを感じることはちょっとできないかもしれないですけれども、まあ、確かにちょっと木が少ないかもしれないね。なんかロフィジンもことごとく言ってるんで、地球人の悪いとこですね。何があったか、何があったの。はい、あ、それほどまでに、なるほど。なるほどね。いや、なんか知ってる前のパートで言った人かな。オルフェジンじゃないのかな。だよね。お、じゃあちょっと私が気になってたクエストができる感じ。そうだね、1個しかないのが。はい、やっぱりこの人ですよね。はい、違うんです。これバイアス人が持ってたんです。尋ねてみよう。はい、通常の木であれば夜行止まりの最北端で取れる奇形樹の蜜さえあれば成長させられる。へえ。ぜひお願いします。じゃあ私は蜜の方を取ってくると。そういえばさ、あのフレイだっけ、レロイでしたレロイとダグさんね、なんか知り合いみたいでちょっと面白いこと言ってましたよ。最近の様子を尋ねる。あれ、お疲れ様です。うわ、終わったか。一回しか言ってないのかな、ね、あ、言えるわ。こっちの方か。で、ダグここで喋るんですよ。いい顔になったな、レロイ。もう一人前の男だなって。でね、これダグさんも早く彼女作ってもいいですよ。で、絆が右に出てます。ちょっと笑ってしまったこれ。この赤いやつかな。あ、モンボイトン来てる。ちょっとワクワクしてるんじゃないの。どこに植えるの。ここでいいの。持ってきましたよ。夜行の森奥地に生える奇妙な胎樹の蜜で触れた植物の成長を促進させる効果があると。そんなに高い確率。私は信じていいと思うけどうさんくさいで。はい、モンボイトもね、嘘ついたからって自分のためになるわけでもないだろうし。ここでいいの本当に。すぐに生えてくんの。どんぐらい。あ、もう早いへえ。ちょっと色がえ、食べるの。え、ちょっと食べるの早くない。
全部食べちゃった。え、1本しかないって言ったじゃん。その通りだと長くって。え、どうしよう、ごめんなさいでしょ。え、かといってさ、なんか違うくない？え、どうしよう、どうしよう。いや、そういうこと言ってんじゃないんだって。ごめんけど、ちょっとあんまり同意できない。カバオケもあんまり起きない。ちょっと説明しよう。本当によかった。私もそのさやかみたいになりたいです。うん、え、本当に、え、へえ。まあそれはそれでちょっとまた違う気もするけど、でもすごいね。すごい。あー、どうなるかと思ったよ。う、あ、あ、びっくりした。コレクションアイテムかと思った。ケウス族、ほい、ケ、あ、ちゃう。アクジュのケウス、枝っちゅうことは背中か。背中に枝っぽいのがある。ちょっと待って、よいしょ。で、ちょっと待ってね。 なんでいいとした、こうで、で、あなたは降りろって今言えない。降りろ。はい、あ、待って、これ入んない。入ってる気がする。入ってない、よかった。あ、もう燃えた。大丈夫ですか？あ、ってか入ってやんない。ほい、崩してくんないかな。ほうほう、大丈夫。押してんじゃねえ、押してんじゃねえ。グラビティブラスト、いい攻撃入ってる。入った、入ったっていうか HP 回復した。いや、やられちまう。はい、いいですね。てか溜まってんじゃん。流星ロン、はい、はい、痛いですか？お、折れた。はい、はい、射撃ね、はい。
じゃあやられちまう。おっ、あっ、オッケー、また強くなってるね。よし、持ってきたよ。いや本当になんか最初からちゃんと説明しとけよかったね。とこれと切った途端にすぐさま切られた部分が完全再生するクソ。バラバラに刻むと切んだ数だけ増える。マジで処理するためには焼き払わなければならない面倒な雑草。はいはいはい、すごいね。どうやって作る。おっ、もう苗になってる。へえへえ、どうやって作ったの本当に。もうちょっと遠回りはしたけどいい結果になったと思うよ。いやでもあの状況は怒りたくなると思うよ。しょうがない。そこにいた方ですよね。やめてください。ね、なんでさ、なんで食べるかな人のもの。ダメだこりゃ。まあもう一回取ってきてあげるからさ、もう一回作ろう。なんか厳重に保管しようよ。もうこんなとこ生やしちゃあかん。報酬はくれるんだ、ありがとう。種族間の溝は深いようだ。めでたしめでたしというわけで。いいのかなこれで。でどこ行った？そういえば何回かこの子のクエスト受けてるんですよ。けどちょっと動画に何回かしてない気がする。ゴールド会員になってます。金あり大切なものがあるという。そうですね、誰が上がってるんだろう。ぼやーっとしてるもの。まあ確かにね。あー、ピザにはまってしまった。マジで。しばらく休んだらどうだ。必要とする人々のことを考えると怒る。何を言ってるんですかね。提案しましょう。スーパー錬金メカをオートメーション化して引退しても大丈夫なように。すごいね、最初からやそうすればよかったのに。太らない、大丈夫。プラチナ会員、おー、ピザ天国。ありますね。でも相当持ってかれるね。まあもうなんか常にやってきてるんで大丈夫。やったよ、大丈夫と思うんですけど。フェフェン、ピザ友なんだ。うん、提案。冷めた、冷めた目で見よう。非常に細かい粒子状の鉱物、砂というよりも小麦粉に近い手触り感がする。へえ、そうなんだ。コバルトブルーの半透明結晶体、光にかざすとオーロラのようにコースティックスが現れる。なんだコースティックス。
すごい。あー、どんだけピッツァなの。わリスリス、うん、あー確かに。もうやだ、そういうことあんまり考えたくない。まあでも吸い取る技術もすごいよね。飽きないのかな。はあ、久々に見てみるか掲示板。赤い人がいる。ファンボイトン。あら、トレジャー情報。ああった、1万。結局メイメイに渡すの。そういえば今報酬チケットが4594あるっしょ。ドールアセット、なんかなかなか作ろうとしてないな。こうと思ったらいけるのかな、全部報酬チケット。うわ、どんどん降りてきてる。こういうのっていけるのかな。そう簡単にはいかんか。ウェーイ、やったー。おお、いいですね。いいんですか、こんなんで。間に合うかな、このあれ。あ、もうだ、間に合わない。V 破壊的なのはないかな。あ、違った。お、いいですね。はい、戻、終わった。おっち、楽しみっす。胃薬一出す買っとくかな。これ聞いたの初めてじゃないんだけど、あれなんだね。エリナさん料理うまくないんだね。やる気がある。やる気がある。アビオンチな人じゃない。なんかコツつかんだ。どんだけ上がったのグイン。36、37だったよね。お、ライフォットある。これ取った後開いたらこんな風になるんだっけ。それか誰か乗ってたのかな。あ、と思ったらこれ流星の谷じゃん。私のだ。ほんとだ、なんか全然そんな気なくて、普通に、あ、なんだこの場所と思って降りてきたんだけど、そんなところにもオーバードが来てたんですね。しかも全然、何セグメントトピックでも何でもなかったっていう。懐かしいね、なんかここも。なんか普通にさ、なんか、ドールで今こうやって歩いちゃってますけど、なんかここに来るだけでも、ここを泳いでこうやって来るだけでもさ、だいぶ時間かけてたような気がするけどね。なんかこうすごいね、ここの道通って開けたところがここだったっていう。いやー、いいですね。いいですわ、こうやって改めて見ると。
なんか感慨深い。皆さんも本当にこんなに長い間見てくださってありがとうございます。とはいえまだまだ続くんですけど。というわけで今回はここまでです。ありがとうございました。